なんかあのシャープ PR1 グランプリ第3回考えてるみたいなんだけどな。あ、お松本さんどうよ。まあ、一応僕たちがあの2021年チャンピオンです。ありがとうございます。そうなんですよ。ありがとうございます。で、あのミルクボーイがもう審査員通していただいたし、あとアンバサダーをミルクボーイがしてくださったり、はい、ありがとうございます。結構ね、反応もありましたね。何を優勝したみたいな。何か優勝したらしいなみたいな。そうそうそう、あの大阪では ABC お笑い新人グランプリっていうやつが、はい、その大会の裏で僕らあれやってたもん。同時オズワルドが優勝した裏でスパンが優勝してて、笑い飯の西田さんがなんかスパンも優勝したらしいねってM1 ってさ、毎年やってるもんやからさ、はい、そのチャンピオンになったら次ってやったらさ、はい、また新しいチャンピオンができるわけや。そうですね。 それってやっぱ嬉しい、嬉しいもんだ。ちょっといや、嬉しいっすよ。ちょっと薄れるあれ、なんかチャンピオン終わるんやっての悔しかったですよ。なんかもうバトンは完全に渡ったみたいな感じになるんで、M1 と一緒ぐらいの感じで聞いた。もちろんやろ。PR1 グランプリ年に1回でなかなか大変なんですよ、あれ優勝するまで。いや、あれ僕らも審査員しましたけど、あれ結構難しいです。そう、絶対無理やんな、俺ら。お笑いとだって PR ですからね。そうそうそう、シャープさんの、僕たちはまあエアレストっていうエアコン紹介したりとか、はい、空気清浄機をその性能を紹介する中でネタ入れたりとか、誠くんが小道具作ったりとか。そうですよね。まあ難しい。だから東京のレンゲっていうコンビのバルーンを使って、あ、うん、洗濯機とか、はい、僕レンゲに入れたんちゃうかな。おい言うなよ。スパンさんに入れた、入れてないかもしれない。おいだからこのホームページがあるんですね。はいはいはい、だからこのホームページを見ていただいて、あのこの芸人さんとかもこのコロナ禍でやっぱこう店頭に行けてないので、そうですね、いかにこのシャープアイがあるかっていうのをどんどんツイッターとかの動画で上げていただいて、はい、このホームページにアップしていって皆さんの意気込みを見るらしいです。おで、いつ行われるんですかって言ったら、6月か7月か8月か9月に。ひどいなぁ。4ヶ月開催だから秋ちゃんと決まってないやん。まだまだこのエントリー自体を知らない子もそうそうそういると思うので、そうや、ね、向いてる子が多分たくさんいると思います。いると思います、うん、これも言っとかなあかんのが、あの景品すごい。僕は 8K60 インチのテレビ。いやいや、これはすごいな。僕は冷蔵庫、冷蔵庫もらってるからね。マジで生活に直結するもんですね。そうなんです。なのでちょっとシャープ愛のある芸人さんで、はい、ここ待ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。